クドベンハルミです。今日は子供のピアスを紹介します。って言ってもあんまり持ってないんだけど、見して。はい。これがお花のやつね。これはアメリカで買ったやつです。ビニのパイドイドイドイ。メニーのはダメだね。新サミニ。あとね。2つしかないんだけど、これはこういう感じ。あ、ちなみにこっちはね、ゴールド。これはこれってシルバーかな。これ、no. こういう感じ。ママ、no. こういう感じ、no. ママ。あとこれ、これかわいい。これ私好きなんだけど、ハート。ねえ、ペケニューパンボーネペケニューハートです。これもゴールドかな、多分。で、これ子供用のやつはやっぱ大人の用のやつに比べて短くて、これネジになってる。こんな感じで誤飲を防ぐためにね。じゃあどれつけるか選んでもらおう。学校のみんなもしてる？男の子も女の子もつけるの？女の子だけだね。学校の女の子の友達みんなピアスしてる？みんな。はい。ピアス。好き？好き。かわいいね。かわいい。あともう一個、最初に開けたファーストピアス、それ下の子が今つけてます。使い回ししてます。なんでこれもかわいいじゃん。で、そう、下の娘が開けた時はね、これをこのままグイグイグイって押し込んで開けてるのはびっくりしたけど。病院以外だとファーマーシーって言って薬局で開けてくれます。ちなみに娘がこの間開けた時はね、50であるかったから1500円くらい。でも何年か前はもうちょっと安かったし、そのさらに前はもっと安かったから、ちょっとずつ値上がりしてます。これつけようか、ハートのやつ。バイ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 しないの。バイバイ。ほら、バイ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 。待って、後ろ。ハート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 。はい、もう一個。ハートハートハート。普通最初アレルギー反応の少ないね、ゴールドのやつ赤ちゃんには使って、その後シルバーも割とアレルギー反応少ないからね。普通の大人と同じやつももう使えなくはないんだけど、もうすぐ4歳だし。でもね、すぐなくしちゃうんだよね。かわいいね。ブリンコインファンチューで検索していろいろサイトがあります。子供の新しいピアス欲しいなって思うんですけど、結構高いんですけど。あれ、そういえばこのピアスあったんだけどな、子供のどこ行ったんだろう。300レアルっていうと1万円くらい日本円で、結構するんですよ、子供のピアスって言っても。他のサイト見てみよう、ね、こういうのも170だから5000円とか。やっぱ素材が金とかそういう安全な素材使ってるから高いんですよね。かわいい。
れと思って今探してみたらあったあった。これもかわいいでしょ。シンプルだけど。メメメメ